皆さんこんにちは。76歳にして現役のプロゴルファー、ジャンボ尾崎こと尾崎正志、本名尾崎正志さん。ジャンボ尾崎さんは現在プロゴルファーとして活動されていますが、もともとは本名である尾崎正志として西鉄ライオンズに所属していたプロ野球選手だったことをご存知でしょうか。人生で2つのプロと呼ばれるスポーツ選手になれるなんて、ただ単にすごいとしか言いようがありません。1965年にプロ野球の西鉄ライオンズに入団しました。しかもプロ野球選手になってから1年で1軍入りを果たすなど、球団きっての期待の星だったのです。しかし現実は厳しいもので、ジャンボ尾崎さんはプロ入り3年で球団を退団してしまいます。投手として活動していましたが、同期入団した池永正明選手の投球を見た時に自分の力のなさを実感し、野手に転向しました。2軍では4番を打てるものの、1軍では目立った活躍もできないことから中西太監督に退団を申し出ます。期待した若手選手がわずか3年で退団ということで、球団社長は激怒したと伝えられています。昔は何でもとにかくやってみろという風潮だったので、余計に反感を買ってしまったようです。胃の中の蛙大会を知らずというと酷ですが、要はジャンボ尾崎さん自身、何か思うところがあって退団を決意したのだと思われます。どの世界にも上には上がいるものです。しかしジャンボ尾崎さんは池永投手に勝ちたいという気持ちが強かった。野球では負けても違う世界ではあいつを追い抜くということで残留を希望されますが、結局西鉄を退団します。打撃コーチだった花井優さんにゴルフ転向を勧められ、プロゴルファー転向を決意します。野球がダメでゴルフなら良いという理屈が素人にはあまりよく分かりませんが、当時のジャンボ尾崎さんは躊躇することなくその道を選んだようです。しかし退団時の騒動のため、西鉄の息のかかった九州では活動ができなくなり、婚約者を残して一人千葉のカントリークラブへと旅立ったということです。花井優さんに勧められた通りプロゴルファーを目指したということです。野球と同じくゴルフにも何か光るものがあったということなのでしょうか。ただ九州で活躍できなくなってしまったのは残念です。円満にやめられないと後で何か不便なことになるのではないでしょうか。そこは球団側も少し譲歩してほしかったところではありますが、期待の新人が辞めるということで何かうまくことが運ばなかったのでしょう。退団後1970年にプロテストに合格し、正式にプロゴルファーに転向しました。退団が1968年ですので、わずか2年でのプロ転向はさすがと言わざるを得ません。天は二物を与えてしまったのでしょうか。1971年には日本プロゴルフ選手権で初優勝を飾っており、日本のゴルフ界をリードしてきた存在とも言われております。池永正明投手がいたからこそ、野球での悔しさをバネにゴルフで結果を出したということでしょう。西鉄ライオンズの方もこれほど見事な天候を見た日には何も言えなかったのではないでしょうか。しかし当時国内では強くて海外では弱いとも言われていました。理由は分かりませんが、昔ささやかれた話ではジャンボ尾崎さんはタバコを吸うそうです。日本のツアーではタバコは OK で精神が落ち着くらしいのですが、海外のツアーではタバコはダメで、それで成績が上がらなかったという話を聞いたことがあります。真相は定かではありません。噂話なので何とも言えませんが、確かに風を読んだりドライバーを選んだりと常に集中力を欠かすわけにはいかないスポーツだと思いますので、もしかしたらその線もありえるかもしれません。全盛期には年収2,964,6746円も稼いでいたとされるジャンボ尾崎さんですが、2011年には年収1,116,000円にまで下がります。情報が2011年のものになりますので、最近はもう少し減っていると考えた方が良いかもしれません。主な原因としては腰痛と年齢でしょう。しかし生涯獲得金額は未だ破られておらず、いかにジャンボ尾崎さんがすごい選手であるのかを物語っています。奥様は尾崎美子さんと言います。
ただネットの情報では配偶者尾崎義子と記載されていますが、実際には2006年に協議離婚されていたようです。いろいろな憶測が出ていますが、どうやらゴルフ場開発などの事業の失敗や尾崎義子さんの投資が失敗したなどで借金が50億円にまで膨らんでしまったのだそうです。その借金が原因で離婚されたようです。この50億円の借金は民事再生法によって16億円ほどになったと言われています。それを今でも少しずつ返済されているとのことです。ジャンボ尾崎さんは2016年度は出場した12試合のうち実に9試合を途中棄権してしまいました。むしろ腰の手術や治療のために借金はかさむ一方だとのことです。ジャンボ尾崎さんの借金は全く減っていないと言える状況です。全盛期を知っていた方にとっては何とも悲しい話ではありますが、腰の状態があまりにも悪いみたいで大変そうです。こうなるといっそプロを辞めて実況コメンテーターや講演会を行うなどした方がいいのではないかとも素人の考えでは思ってしまいます。ただ優勝した時の賞金は何千万ともらえますので、やすやすと手放すわけにはいかないのでしょう。ジャンボ尾崎さんには同じくプロゴルファーの息子さんがいらっしゃいます。お名前を尾崎千春さんといい、ジャンボ尾崎さんのゴルフ軍団ジャンボ軍団に所属しています。小さい頃からジャンボ尾崎さんの影響でゴルフに触れ、父を師匠とし中学から本格的にゴルフを始めるようになります。千葉日本大学第一高等学校2年で関東ジュニアで優勝を飾りました。1989年からは渡米し語学学校に通いながらミニツアーに参戦します。1999年新ツアー発足により開始されたクオリファイングトーナメント制度を利用し数試合に出場します。2002年の刀剣コーポレーションカップでは初日出場選手最高の381ヤードというドライビングディスタンスをマークしました。父親譲りの飛ばし屋ぶりを発揮したのです。持ち前の明るい性格で男子ツアーにも笑顔をもたらしていきました。確かに笑顔が素敵な方です。父の背中に憧れて自分もゴルフの道に進んだということで、親子関係は良好で仲が良さそうです。ただゴルファーとしての目は未だ出ておらず、お父様のキャディをされていることが多いのだそうです。お父様が偉大な分期待値が大きくなりすぎたのかもしれません。かつてゴルフでブイブイ言わせていた時に購入したジャンボ御殿にはなんとゴルフ場があるらしく、練習は手を抜かないジャンボ尾崎さんですから、毎日のように千葉にある自宅練習場に姿を見せます。コースで言えば1ホールほどの広大な練習施設があります。打ちっぱなしもできればアプローチバンカーもちろん練習グリーンと完備しています。集まってくる若いメンバーたちを見ながらジャンボ尾崎さんも打っています。2016年当時はこのように報道されていましたので、千葉県にあるゴルフ場付きのご自宅で暮らしていると考えられました。しかしその一方でその千葉県にある豪邸はすでに分譲る住宅となって他の人が住居しているようです。このような情報や千葉県のプレハブみたいなところに住んでいる、表札も他人のもの、結局のところ借金に追われ自宅を売却し現在はプレハブに住んでいるのではないかというような情報も多々あり、どれが本当のところかわからない状態でした。元のジャンボ尾崎邸は千葉県習志野市にあるとされていますので、気になる方はぜひ調べてみてください。ちなみにプレハブと呼ばれているお宅は千葉市の小手橋小学校のすぐ近くだそうです。2016年11月18日開催中のダンロップフェニックス2日目9番ホール終了後に腰痛を理由に棄権したジャンボこと尾崎正史さん、この試合が自身にとっての2016年最終戦だったのですが、インタビューで重大な局面に立たされているという言葉を残しました。その真意とは一体何なのでしょうか。腰の状態を問われ、重大な局面に立たされている、一番の原因は狭窄から来る神経圧迫の状態が10年続いていること、トレーニングしても痛くなるから10年間の下半身の衰えが大きいと語ったジャンボ尾崎さん。2日目、9ホール終了時点で棄権し、当時9度目の棄権となっていました。治療法はないんだわ、強くすること以外ないんだけど
それも年齢的に無理なんだよ、と。プロ通算113勝の男を悩ませてきた痛みとの戦いには、先が見えないのが正直なところでした。去就に関しては、オフにゆっくりと今年は考えるという言葉を残し、コースを去っていたのです。2015年にプロテストに合格し、2016年はツアー競技にも参戦した中井岳プロは次のように述べます。ジャンボさんの場合、練習場で打っている球は本当に素晴らしいんです。お世辞抜きで、その辺の若手よりもいい球を打っている。だからこそ諦めきれない理由がよくわかります。ただご本人もおっしゃっているように、歩くのがとにかくきついのだと思います、としています。考えてみてもらいたいのは、もうすぐ70歳、2016年当時になる方も、トーナメントの緊張感の中で週に3日4日と歩きのゴルフをしているだけでもすごいということ。 A 級シードは選手が勝ち取った権利なわけですから、進むも退くもご本人次第だと思います、と述べています。2014年12月19日、都内のホテルで行われた青木功のプロ生活50周年を祝う会。会の冒頭では青木功さんが家族、関係者、メディア、ゴルフファンなどへ向けて感謝のスピーチを行い、その中で生涯のライバルと名指ししたのがジャンボ尾崎さんでした。青木功さんはジャンボ尾崎さんに向けて、ジャンボにかなわなくなってきた時にアプローチとパットだけは負けないようにと思って練習をしてきたから今の自分がある。ジャンボ尾崎が俺の A 級のライバル。ジャンボ、ありがとうな、とコメントしました。それを受けたジャンボ尾崎さんは、壇上に上がると、ジャンボ説で青木功さんのこれまでの歩みを称えました。先ほど、世界の青木功から永遠のライバルと言われたけど、俺のライバルはタイガー・ウッズです、と笑いで空気を作ると、俺はこの前45周年記念パーティーを滋賀の山奥でやったのに君はここですか。しかも来ている方のすごいこと、安倍総理ですよ、と続けて爆笑を誘っていました。しかしもちろんこれだけでは終わらせないのがジャンボ流です。ゴルフも顔も俺の方が上だけど、青木さんは年を取ってからすごい活躍をした。片や俺は生涯レギュラーツアーという看板を掲げながら開店休業状態、だいぶ置いていかれているような気がする、と自身の現状に触れながら、僕と青木功はゴルフという素晴らしいスポーツに出会ってここまで頑張ってこられた、これに関しては人生 100% 満足できる気がします、とライバルとの歩みを振り返っていました。いかがだったでしょうか。今回はジャンボ尾崎さんの近況について見てきました。練習場では今も若手に劣らぬ球を打ち続けており、探求心にも衰えはないとしています。今も苦なき探求心で練習を続け、最新のギアをチェックするジャンボ尾崎さん。練習場で打つ球とコースでのギャップは本人も、練習場の姿とコースの中の姿は別人28号だからと自重していました。未だ衰えぬショット力と思うようにならない体。ジャンボ尾崎さんは2016年当時、まさに重大な局面を迎えていました。老さと老気千里を思うという言葉があります。英雄が年老いても覇気を持っていつまでも自分の夢を追い続けるという意味です。まさにジャンボ尾崎さんはその言葉を地でいくアスリートと言っても過言ではないでしょう。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。